交通マナー、久しぶりに会おうかな。交通マナー。交通マナーでね、乗用車乗っとる人、特にね、何面行ってもね、何面行ってもって、この僕の YouTube の中で、何回行ってもね、行っとるんですよ、いろんなこと、交通マナーに対してね。心遣いっていうね、心遣いをね、する、される、するね、されたら、ね、してもらったらね、いい気持ちになるんですよ。いい気持ちというかね、気分が悪くなって、何じゃこいつって腹立つことはないの、なくなる。そういうのない、腹立つことはなくなる。止まってくれたら手を挙げる、当然の話、ね、女性の方だって手を挙げるのはちょっと恥ずかしいって頭取って下げたらいいんだよ。しかもね、この間そう、この間ちょっとね、取っとったと思ったらちょっと取れてなかったので分かんないけど、愛知県のね、西宮市のね、西島三丁目の交差点西曲がってたところでね、こんなことありました。ものすごいね、突っ込んでくるんですよ。車幅も沈んで。まだね、隣の壁がね、1メートルくらい空いてるんですよ。俺こっちからね、こっちの壁ギリギリで走っとるのに、ね、ほとんど真ん中走ってくるんですよ。全然左に寄らないんですよ。で、パッシングしても寄らないというね。そういうのはどうなるかって、もうガチあっても当然。ねえ、でガッチャって舞うんすよ。ちょっと左にね、避けてくれば通れるんですよ、こっちは十分。でも避けてくれなくてどうしたかというと、僕止まりましたよ、完全に。そしたら下がらない、幅寄せしないで見た顔ね、どうしようって言ってますよ。もう口の口パクで、ね、分かる。どうしようって言ってます。口でね、どうしようって言ってる言葉を分かるんですよ。で、もう本当ここなんですよ。ここ本当ここで窓開けて、おめえもっとおめえ隣1メートルずつ空いとるぞおめえ。もっとこっち寄れて。もっと寄れてこっち寄れるでって言ったら。返ってきた言葉、寄れません。ね、僕はトミちゃん何遍でもこの YouTube で言ってるけど、堤防とか細い道路とか幅寄せできないんだよね。白線、ね、いっぱいに寄って壁ギリギリとか堤防の土手ギリギリに寄れないなら、細い道路と、ね、狭い道路ですね、細い道路、狭い道路、あと堤防を走っちゃダメだって、それは本当にマジで本当そう思うよ俺は。で、まあしょうがねえもんで、ね、その時ね、まあ俺がちょっと下がったればさ、一応これがバックカメラなもんで、後ろ車おらんかったし、人もおらんかったもんで、下がったんやわ。どれぐらい下がったかな、どれぐらい下がったかな、後ろ交差点なんすわ、交差点。点滅信号がある、点滅信号。僕も曲がった後やったもんで、した後だから、ね、でその向こうは交差点があるんですよ。 50m ぐらい先にね、左に寄れば俺左曲がっていったって言い方しとるんで、
下がりました。本当にハザード焚いて、ハザードつけてね、後ろまで上がりました。下がってあげました。下がる必要ないんで、こっちの方が大きいんです、ね、そしたらその女というかババアというか、ね、何クワの顔をして左曲がってったぞ。左曲がりました。ねえ、頭も下げることなく、手をも上げることなく、クラクションを取ってやね、ありがとうっていう気持ちもなく、左曲がっていきました。俺ここら辺もプチプチプチってね、もうこの辺プチプチプチってなったぞ。プチプチってわかる？この気持ち。幅寄せできずにね、下がることもできずにね、俺がね下がったのにこいつのせいなもんね。30キロね、何やっとるやんこいつは。どこ曲がるんやぞお前、本当に。まあ頼むってよ、おめえ免許返納しろお前ね。え、荷物積んどったもんで、ね、追っかけることもできんしね。あー、まあもうプチプチプチって、もう頭の中もう弾けて弾けて、あのクソババアターゲン、まあ、次絶対下がったらんねえな、こっちは手も上げられんのかこのクソババアってね、思って、まあ本当に頭痛いよ本当に。で、取っとるでラッキーっていう、その状態を乗せようと思ったら何止まっとった止まってました。撮影できてなかった。あー悔しいなーと思ってね。あー本当に、だから頼むで本当に、ね、狭い道、細い道、堤防道路で幅寄せできなければね、通らないで、あとバックできないからね。でバックしてもね、まあ本当半端だな。俺バック下げたい。手も上げられる。クラクションも長い。頭も足りない。なんじゃこのクソババアってね、本当に。まあ、金向かっていきたい。挨拶できんのかこのクソババアってやつね、ほんとに。マジでね、マジでね、ほんとにこの辺もプチ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 ってやって、まあ、ムカついてムカついてさ、ほんとにまあ、ムカついてね、しゃあねえ。ほんとにクソムカついてる、ほんとに。あのクソババア、おめえのシャバ覚えとるでな、俺は。本当にこの場でね、そのシャバンをね、シャバンをね言ったってもいい。でもまあね、みんな見とるし、もう覚えとけよこの言葉が。まあ、次やったらもう次全部晒したるでなと思って、本当にね腹が立ったわマジで。あのクソバーバー、ちなみに赤い車、赤いじゃねえか、ワインレッドだ、ワインレッドの車です。車種ってのはどんなやつなのかな、これね、トヨタのね、トヨタですよ、トヨタの四駆みたいな、名前がわからんハリアみたいな形のやつ、あれ何っていうのね名前がわからん、名前が出てこんわね。最近の車、最近の車っすよ、うん、ハイブリッドの。あムカついたわあのクソババア、まあ本当にねえ、マジでムカついた。だから本当に、まあ大型もそうなんだけど、この間ねネオガの堤防を走っとったらね、ああ
知っとるね、名前は言えねえけど、行け早い、青やってる。まあ、堤防左に寄れんでね、頼むで寄れんなら、まあ、堤防走るなって言ってさ、もうね、タイヤ2個分、まだ、ね、土手の方に寄れるんですよ。それを、もう、タイヤ2個分、こっちまで、白線のこっちまで来てまって、もう止まっとるんですよ。まだこんだけね、50センチぐらいこっち行けるんですよ。ほやけど、もう止まってまって、後ろ渋滞してまって、もう通らへん、よう通らへん。ね、ほっ本当にね、大型に乗っとるんやったら、もう左寄れてもっと、どこの女社長。名前は言える。知っとる。でも、最近ね、冷たいもんで、電話しても電話してくれへん。まあ、嫌われたな、まあ、しゃあねえな。YouTube 載せとる。で、実はその人から、ちょっと川島の現場でさ、乗っとるの消して乗せたよ。でもモザイク全部かけてる。会社名わからん。そう言ったらそこまでやっとるのに動画消してって言われることないよね。こっち全部消しとるのね。映っとるんやったら問題はあるけど、全部消しとるのに消して多分よそから回ってきとるんだけど、いやいや、もっとモロに映しとるおるでしょって。現場の中に入ってモロに映しとるでしょ。これ絶対監督しかない、監督しかいないよねっていうのがあって、絶対これはね、現場監督が現場の作業員が撮っとるやつがあるんですよ。それはもう会社名もダンプも重機 も全部モロで全部出てます。なのにその人には削除依頼はしずに、俺だけ削除って何って話なんですよ。だから、一応言ったんです。まあ、とりあえず消すよ。だけど、まだ他にも乗っとるでね。その人はモザイクも何にも乗ってないから、ね、モザイクも付け取らへんし、モロですよって。それをまず消してくださいね。それ消すで。ね、一週間、ね、とりあえず待ってますから。で、その一週間間で消えてなかったら、僕乗せますよ。ログちゃんと編集して消してますから言ったんですよ。でも1週間経ってもその動画消えてないんですよ。なんでか、おそらく現場の監督か、ね、現場の作業員やもんて、ね、ダンプで来る人なんかそんなおめえ何言っとるんだって言われるって消えないんですよね、それね、当然。だから消えてないんですよ、その動画。なのに俺だけ消して、ね、それはちょっと話おかしい。だから僕どうせたって思うんですよ。再投稿しました YouTube に。それからですわ、電話しても出てくれん、うん、LINE しても返事来ない。だったらいいわ、もう、うん、だからさ、ね運転下手なんで、オタク悪いけど仕事乗っとるかもしれんけど運転下手やもんね。堤防乗らんで、マジで。んで、あと、ものすごいみんなね、その人のケツ走ってると、もうほんと人のせいもんで、まあほんとみんなイライラしとるでね、この県内のダンプの、あの運転手のみんな。ダンプ連中、みんなあなたのことイライラしとる。あなたのケツ走ってると遅い。ああ、俺も腹立ってきたぞ。ほんとに。電話出れんなら、まあ電話出れんでねえってな。消せんなら消せんじゃねえ。俺だって YouTube 真剣にやっとるんだよ。遊びでやっとるんじゃないんだよ。だからテーブルをあの時俺動画撮ってなかったけど、動画撮っとったらあなたもろね、何この運転手っていうタイトルになるよ。本当にマジで大型に乗る資格ねえで、マジで、それは。まあ、あなた見とる？こっち。あなた見てますか？こっち。
今の女ねえ、普通こっち見てから走ってこいって、まあ見とらへんの。俺もね、あんなような感じで入ってきたけど、ちゃんと見とるでね、こっちは。あ、じゃあセット向け、右足でセット向けでございます。あ、危ねえぞお前、どこ見とるお前。あの歩行者さ、お前後ろ見たらお前引かれるぞお前、本当に。さあ、今危ねえわ。今こっち車おらんかったでね、俺こっち寄ったでいいけど、あれ車どっちもこっちも来とったらお前、俺急ブレーキやで今の。そんなたわけだな、あれ。まあ